昭和29年のブロトミ島、チリホモ島、ウルップ島ブロトミ島は、チシマ列島中部に位置する島である。ロシア名は、ブロートナ島、英語表記はブルートナ。透名は、1796年から2年にわたり、チシマ、サハリン沿岸を調査した、イギリス海軍プロビデンス号のブロートン艦長に、由来する。また、アイヌ語では、マカンルルと呼ばれ、 潮流の激しいウルップ水道の北端に位置することを指すと見られる。漢字表記では、魔寒流島とも記されるが、磨く寒流島との関連性は不明。地理保持島の北北西11海里にあり、海抜801メートルの円錐型を下峰からなる、周囲約11キロメートルの楕円形の島である。島の南端と西端以外は、 約300メートルの断崖をなし、所々にある岩場に、かろうじて上陸することができる。俗常門時代とオホーツク文化期に、ウルップ島で集落が発達した時期があり、ブロトミ島にも落古漁などで人が訪れた可能性があるが、定住の痕跡は発見されていない。近代でも、エトロフ島のアイヌが落古漁に出漁していた。現在は、ロシア連邦の実効支配下にあるが、 日本政府は国際法上は貴族未定地であると主張している。千島列島陸海編合図、グルップ島外報図デジタルアーカイブ、東北大学千島列島における資源、土地利用の歴史生態学的研究。ありがとうございます。